はい、じゃあ今日はミロクさんがなんと二日酔いでダウンしてますので、しんどいです実家のミロクさんのお母さんから仕送りが来まして、ありがとう。私がちょっと内容説明ということでやりましたんで頑張って。ちなみに目の前で寝てますけどはい、じゃあまず今回いただいたのが、まず干し椎茸かな、これ干し椎茸だと思われる。はーい。で次がこちゃん自分のものやと思ってる。これは漬物やな。何の漬物これ。あ、ナスだね。すごい匂いでわかるの。ナスじゃない、ちょっと匂い。いや、どう考えてもナスやろ見た目が。これが普段料理しない男の。これはもう一発よ。キュウリ。これはね、ほんといつもビールのあてに、いつもありがとうございます。次はこれ。これ何？これはちょっとわからないので、ココちゃん。ココちゃんもありがとうって言ってねんな。ありがとうございますって言ってる？いつもおやつとかもらってるだろ。緑茶のカンカンに、なんかメッセージが入ってる。え？メッセージ見てくれる。あ、生姜ガリだ。あ、ガリ、リクエストしたの。瓶に移し替えて、6月までもうこれしかないっていう6月までこれしかないっていうガリ、ありがとう。ガリ手作りなんだよね。そうそう、すごいよね。お母さん、来年は、あ、来年ちゃんも今年はもっと大量にガリを作ってみてください。お母さんに何でも甘える娘の欲望が末っ子なんてそんなもんよ。はい、次、これは何だろう。これはあ、塩昆布じゃない。あ、塩昆布ですね、これ。やった。ああ。これはね、お父さんだよ、塩昆布は。お父さん、ありがとうございます。これは？これは白菜だね。え、そうかな。白菜の漬物じゃない？たくあんかな？たくあんじゃない。くっくっくっ、うるさいな。あ、これはたくあんですね。たくあん？やったね。たくあん、ありがとうございます。これが最後です。うん、あー、しんどい。ココちゃん用。ココちゃん、ココちゃん用やって。ココちゃん用だってよ。ココちゃん落ちない、大丈夫大丈夫、テーブルで押さえられていい。2個入ってるのはハツ、3個のは鶏レバー。おー、ちょっとこれ食べてみようか、1個の。これはね、これはハツだね。へえ、すごいすごいね。ほんとだ、ハツだ。割っていい？うん、いいよ。はい、ハツ、よし。はい、よし、あ、やったね。今昼寝から目覚めてすぐ食べる。はい、あ、美味しい。ちょっとティッシュ取ってくれ。ティッシュ、よだれがすごい。呼ばれよ。もう期待の眼差しが。こっちはね、鶏レバーでかでかい。ちょっとしょうがない、このでかいの行こう。でかっ。え、でかすぎやろ。自己主張が激しい。見て、このサイズすごくないですか。めっちゃでかい。人間が食べたいぐらいのレバー。あ、ちょっと待って、ココちゃん、これでかいから。パパに割ってもらって。ちょっとこれ後で。あー、喋るとしんどいな。さあ、レバーいきましょう。はい。おいしい？はい、よし。ゴクって。おいしい？はい。はい。生つまも飲み込むという。あ、いい匂いするね。はい、よし。いいね、ココちゃんはもうごちそうなおやつもらって、はい。よし。はい。お目目まん丸なってる。ラストね。よし。はい、終わりました。はい、ごちそうさま。よかったね、こんな、ね、なかなかないよ、こんな食べれるの。美味しかったね。すごいよ、だれ。あれやねんな、まーちゃんって紹介するとき、袋から出したりしてあ、うまい。うんうん。いいね。うん。これすごいね。ちゃんと、なんか、例年よりも黄色い気がする。いただきます。うまい。めっちゃうまい。コリコリやな。